どうも、キュウスケでかい、まずです。おじゃしゃ、ガンガンガチ黒柳哲夫あはは、か、お前というわけでですね、今回マズラビデオ都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和の陰謀論者、ミスター関を呼んでいます。うわぁ、どうもお兄ちゃん、あー、先生、どうも、やあ、ミスター関、お、哲夫じゃねえか知り合いだ今回の都市伝説は、イタリアの闇の最高権力を誇っていたロッチ・ピーツ。それは陰謀だとされていたが、事実だったのね。というわけでですね、今回その P2 ロッチについて触れていきたいと思います。陰謀論と辞書でいくと、ある出来事について一般に理解されている事実や背景とは別に何らかの謀略が存在することを主張する意見と書かれてるんだよ。そして陰謀論と聞くとバカバカしいイメージが強いけれども、もちろん根拠のない陰謀論も存在する反面、事実であることが後に判明した陰謀論と呼ばれる説も存在するのよ。その一つがロッチ P2。 ロッチ P2 とはイタリアのフリーメイソンロッチの名前であり、 P とはプロパガンダの P なんだよ。うわー、ついに来ちゃったよね、ここまで。ここがロッチ P2 でしょ。コンコン、ナイス、ヤビサ先生よく来てくれた。見たことあるわそして表向きにはある事件を境にフリーメイソンから破門され解散したと言われているが、現在も秘密裏に活動を続けてるのよ。そして2020年、ロッチ P3 が設立されたというニュースがあったのね。都市伝説的には彼らは黒い太陽、土星を信仰していると言われており、太陽、土星、シリウスという3つの太陽が存在すると考えているのよ。そしてロッチ P2 は1877年からトリノを拠点に活動していたが、ムッソリーニによる秘密結社禁止法により国内でのフリーメイソンの活動が禁止となり、長らく活動することはなかったのね。その後1960年代、このロッチ P2 を復活させた人物がいたのよ。その人物がリーチオ・ジェンリ。ジェンリは1963年にイタリア大東社グランドロッチに入会すると、その傘下であるロッチ P2 の代表に就任するのよ。彼はファシスト党の黒シャツ隊として活動していた過去があり、第二次世界大戦後は後の CIA となるアメリカの情報機関 OSS の活動に協力していた人物でもあるのよ。ね、イタリアのフリーメイソンっていうのはもう本当にやばいからね。これ殺されそうですね。これね、もう友達に勧めてね、ルノワールにいるよそして入会後には東西冷戦下、アルゼンチンなど南アメリカ諸国での共産主義者弾圧に協力し、ホルゲ・ラファエル・ビデラ大統領への多額の資金援助など数々の違法行為を行っており、正式にフリーメイソンからは破門となったのね。俺地球破門死ねよじゃんさらにジェンリはバチカンとのつながりがあったことも発覚しており、マフィア絡みの金銭のやり取りがあったことが分かったのよ。その後もロッチ P2 は秘密裏に活動を続け、数々のイタリア中を震撼させる事件を起こすのね。その一つがローマ教皇ヨハネ・パウロ1世の暗殺。即位から33日目に遺体となって発見されたのよ。フリーメイソンの階級の数も33だよね。確かに。そしてもう一つがボローニャ駅爆破事件。この事件をはじめとするたびたびの犯罪行為により、ジェンリに逮捕状が出され、警察がジェンリの別荘を捜索したところ、それまでは都市伝説だったフリーメイソンやロッチ P2 のメンバーリストが表に出てきてしまうことになり、イタリア中を震撼させたのよ。そのリストには国会議員、現役官僚、大学教授、そして後の国防大臣、さらに後のイタリア首相であるシルビオ・ベルルスコーニの名前もあったのね。そしてロッチ P2 の黒幕はイタリア王家の現当主。うわー、出たよね、ついに。散々渋ってきたからね。ロックフェラーロシチャイルドがね、一番上っていうのはもう戦争だからね。ロッチ P3 とはアダム・バイスハウフトが設立したイルミナティとは別のイルミナティであり、元 MI6 のスパイジョン・コールマン氏によれば、はフリーメイソン33階級のトップである300人委員会の中でも最上級の権力を誇るというのよ。そしてはロックフェラー・ロスチャイルドよりも上位に位置する一族の一つなのね。これどう半分使えねえんだよ